これからクラボ検査システム課の紹介を始めます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。まずはじめに会社のメイン業務と会社の強みを教えてください。はい、私どもの課ではですね、検査システム課というんですが、主に外観検査装置、血管検査装置を開発販売しております。世の中に出回っている製品というのはですね、基本的に合格不合格のチェックをして世の中に流通していくわけなんですけれども、それをやはりその人間の目でやるっていうのはやはり限界があります。例えば疲労によって見逃してしまったりとか、あと数をこなせない、それからそういった人間の確保ですね、そういったところが難しいんですが、我々の装置っていうのはそのカメラを使ってパソコン画像処理装置で高速にやると。で、問題なのはその24時間ずっと動くとか、全数やる、それからとんでもないものが見逃さないようにやっていくと、そういった商品をやっています。で、今回ですね、展示しているのはその中の一つのプリント基板の検査装置、これを紹介させていただいてます。ありがとうございます。今回の展示会で一押しの出展製品を教えてください。はい、今回の展示会ではですね、 BB マスターという商品の 1100V というシリーズを紹介させていただいています。こちらはですね、手置きで片面の手動検査にはなるんですけれども、使い勝手とか汎用性が高くてですね、国内の開発品とか試作品にとてもマッチしていると思いましたので、今回展示しています。両面の自動機とかそういったものもあるんですけれども、こちらの方はやはり量産が決まってから主に海外拠点でやるものですので、今回の展示会では一番コンパクトで小ぶりでお手軽な片面の手動機というものを展示させていただいています。ありがとうございます。他社製品と比較した時の強みを教えてください。はい、当社の製品はですね、とにかく性能はナンバーワンを保ちたいというところに特化して作っておりまして、血管を見つけるのにやっぱポイントとなるのが照明のセットの仕方、それから反射の角度とかですね、そういったところによって血管が見えたり見えなかったり、あとは人間の目では見えない下肢の領域じゃないものですね、そういったものをやっぱり機械の方だと見つけられるというところが利点だと思ってまして、その部分をもう全部自社で開発しています。例えばカメラも特殊なカメラを使ってますし、照明の方も照明メーカーから買っているわけではなくて、自社でデザインした形、自社でデザインした光量で照明をセッティングしてます。あとは反射物とカメラと照明の角度ですね、これは本当はいろんな角度で絵を撮って検査したいところなんですけど、そうすると検査機が何台も必要になります。そこを1台で実現できるという仕組み、からくりをちょっとやってまして、それにより1回のスキャンでいろんな血管を見つけられる、それが強みになっています。それからあまり買い物でそういったシステムを組んでいないので、デッドストックとかですね、3倍終了品というものにあまり、怯えることなくアフターサービスを長くやっていけるというところが強みだと思います。ありがとうございます。最後に一言メッセージをお願いします。はい、私どもクラボはですね、衣食住をメインにですね、皆様の生活の身近にある製品、そういったものの商品自体の開発、それから今回のような検査品質保証といった観点でも参画させていただいているんですけれども、やはり全員がウィンウィンの関係になれる、豊かな生活を送れるように、そういったサービスを心がけてやってまいりますので、今後ともよろしくお願いいたします。ありがとうございます。以上でクラボ検査システム課の紹介を終わります。